州大学対関東学院大学、両チーム選手の入場です。専修大学対関東学院大学、前半は正面スタンドから見て右から左に関東学院大学、左から右に専修大学です。
関東学院大学のキックオフで、まもなく前半の40分が始まります。関東学院に反則です。オーバーザトップです。密集で相手側に倒れ込んでしまうプレーです。背中でキック選手ペナルティキックはタッチを狙いました。選手ペナルティキックのタッチキックはマイボールだ。関東学院にノックオンです。ボールを前に落としました。先週ボールのスクラム、この試合の首。はい、はい。
ックです。危険なアタック、ペナルティキック、関東学院です。このペナルティキック、関東学院はペナルティゴールを狙います。関東学院オーバーザトップです。一周で相手側に倒れ込んでしまうプレーです。このペナルティーキック、専修大学はペナルティーゴールを狙います。Thank you.
アドバンテージを先週に見ていました。オフサイドは関東学院にありました。ディフェンスラインが前に出ていていました関東学院。密集ができていた場合、その密集に加わっていない選手は味方の密集の一番後ろの選手の足のラインよりも後方にいなければいけません。その前に出てました。ペナルティキック選手ですが、このペナルティキックはスクラムを選択しました選手です。すぐに攻めた専修大学、ナンバー8の徳田龍之介がインゴールにグラウンディングしました。逆転のトライ。選手10番内山田武史コンバージョンゴール成功です。7対3、専修大学が逆転しました。スイーツ後もそのポジションから離れませんでした。ノットロールアウェイ、ペナルティキック先週です。先週にノックオンがありました。その後関東学院の選手もノックオンをしましたので、その前の先週のノックオンを取っています。もういいです。Yeah!
カークリーン、ガスリーン、アルミネーム、関東学院に行っています。ここで小堀エブリー、先週の反則を取りました。専修大学にハイタックルがありました。危険なタックルです。ペナルティーキック、関東学院。ナイスタッチキックです。関東学院陣内に入りました。22メーターラインの内側です。関東学院ボールのラインアウト。ページを関東学院に見ていました。ここにレベルオフサイドが先週にありました。関東学院にペナルティーキックが与えられます。このペナルティーキックはタッチを狙いました。地域を大きく進みました。関東学院ボールのラインアウト。よしです。
関東学院ノットリリースザボールです。シルミング選手今度は専修大学がノットリリースザボールです。タックルされてタックル成立後もボールを離さないとノットリリースザボールです。関東学院のノックオンです。ラインアウトの中でのノックオン。タッチラインから15メートルの地点がポイントです。先週ボールのスクラム。Thank you.
関東学院ユニファン森川の快走でチャンスを使いました。インゴールへのその後グラウンダーキックがありましたが、これをグラウンダーにしたのは先週です。ドロップアウト22m内の後方からのドロップキックで試合が再開されます。関東学院がボールをキープしてプレーをしている途中で小堀レフェリーは試合をストップしましたので、関東学院ボールのスクラムで試合が再開されます。
ロスタイムは2分、前半ロスタイムは2分です。関東学院ダイレクトタッチです。自身の 22m ラインの前に出たボールは直接タッチで終わるとダイレクトタッチ。今のように 22m ラインの前からボールを 22m ラインの内側まで戻して蹴った場合もダイレクトタッチのルールが適用されます。蹴った地点に戻って相手ボールのラインアウトになります。下がりまして蹴った地点に戻って先週ボールのラインアウト。
ットを右下ボール、その段階で反則を犯していました。先週代タックルされてタックルフェイスのボールを離さなければいけませんが、先週代Thank you.
Yeah!
Yeah!
バト。よし、ノーゲイ、ノーゲイ、ノーゲイ、もっと左だろ。ほら、ダブルレシーバーなってるよ、選手のダブルレシーバー。オフサイド、オフサイド、オフヒーター、オフヒーター、オフヒーター。Thank you.
2分20秒です。
バイバイ、いらっしゃい。
村田君を控えしたよって自分で言ったよって村田君この前はさ、ね、コードをつけたけど悔しなくて大事な人の東大の人間が
10番の枠は富樫光、秋田中央高校出身4年生です。日本大学リザーブメンバーです。16番キム・ヘウイ大阪高専高校出身3年生。17番荻原健太、桂高校出身2年生。18番森本潤、幼少経験学園高校出身1年生。19番中貫正人、三沢小学校高校出身4年生。20番伊藤裕太、日大高校出身3年生。21番有久渡、尾道高校出身4年生。22番本要、仙台育英高校出身1年生。23番キム・ヒデ、大阪女大高校出身3年生です。日本大学がチームを率いますのは川松宗一郎先生です。山梨学院大学、試合開始は午後2時予定です。試合開始までしばらくお待ちください。前原雅樹コンバージョンゴール成功です。13対7、日大のリードは6点に変わりました。
タッチを割っています。最後ボールを保持していたのは日本大学でした。山梨学院ボールのラインアウトです。前半39分が経過しています。ロスタイムは1分です。アドバンテージを山梨学院に見ていました。ホールディングが日大にありました。タックルに行った選手がタックル成立後も掴んで離しませんでした。このペナルティーキック、山梨学院はペナルティーゴールを狙います。